前回は西原商会の会社概要について話してきましたが、今回は西原商会の歴史について話していきたいと思います。始まりは1971年に鹿児島市紫原に有限会社西原商会として創業。創業時営業車はたった1台のハイエース、冷蔵庫は家庭用1台のみ。創業者である西原和義さんは職とは無縁の電気工事技師であったことから、わさびの種類も何も分からず営業先の料理人に怒られながらのスタートだったほどでした。スタートから3ヶ月、4人の兄弟が次第に入社するようになるにつれて売り上げも順調に伸びていきました。そして1975年新社屋を設立し、さらに鹿児島市内の繁華街開設するまでに成長。社員の一人一人が地域の小さな食堂やレストランにきめ細かな営業を行ってきたことが急成長につながったとされております。そして1981年有限会社西原商会は株式会社西原商会と有限会社西原食品工業に事業分に、鹿児島市与次郎に新社屋を建設し本社を移転。その間にも熊本や宮崎、福岡、大分、沖縄などといったようにどんどん営業エリアを広げていき、1995年には広島営業所を皮切りに1999年関東進出、2001年東海進出、2003年四国進出と瞬く間に営業エリアを拡大していきました。その間にも現在の仕入れ部門の基盤となる仕入れ企画課を発足。そして1997年には商品を届けるだけでなく自分たちの手でプロデュースまでを手掛ける和食洋食プロジェクトを発足。さらに2002年には当社のこだわりの焼酎である夢の一滴を発売。2009年には海外での和食ブームに乗じて海外の展覧会にも出展。2011年には創業40周年を迎え、プライベートブランド商品の充実、高級自社ブランドのスタートなど、商品サービスの多様化、付加価値アップの取り組みを増強したほか、仕入れ強化で取り扱い商品数も飛躍的にアップ。2012年には海外拠点となる西原商会シンガポールをオープン。さらに同年には高級食材ブランドとなる一品を発売。2016年にはアジアの拠点としてタイにも進出。時を同じくして最高水準の日本食文化が根ざす京都への進出も実現。2018年には台湾にも進出し、2023年にはベトナムにも進出するなど、日本のみならずアジアの食をも支える食のフロンティアへと成長していきました。西原商会の歴史についてはここまでにしたいと思いますが、猫ミームでも紹介した西原商会さんをどうしてわざわざボイスボックス解説でも動画にしたかったのかというと、私たちチュピチャパ電音部、そしてウプ主さんのシゲピーはスポンサーを募集しており、西原商会さんはチュピチャパ電音部のコンセプトである食と地域をテーマに e スポーツを目指すにふさわしい企業なので、西原商会さんのネームバリューがより多くのイベントのスポンサーになれると期待しております。これからも西原商会さんを応援してまいりますので、今後ともシゲピーたち率いるチュピチャパ電音部ともどもぜひよろしくお願いいたします。